いっぱい組んで、たくさん組んでくださいね。ゆっくりでいいですよ。はい、低いところ。このままゆっくり傾けながら流して浮かべていきますよ。ほら、ね、そして今度ね、グリーン。グリーンはね、私から見て遠い方、こっち流して。自分の方にこの白いところを残すんだよ。ね。でもね、おじさんは反対。おじさんはね、おじさんの方に白を残したいからね、おじさんこっち行くけども、後で反対だよ。流しながら横に少し動くよ。はい、真ん中まで戻って、ここでゆっくり流しましょう。こんな感じです。ね。そしてね、この白い方から、お湯の中に沈めながら、長く伸ばすよ。だってこれね、3倍ぐらい伸びます。へぇ。作りますよ。暑いからね、少しお湯かけて、もっとこ作ります。色が変わったでしょ。ここ触っても大丈夫です。ね。こう持ったら、下へゆっくり深く沈めて、よいしょー。はい、横に持ち替えたよ。あとはね、引っ張ってください。よいしょ。持ち替えて引っ張る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 。どんどん引っ張ってよ。これ引っ張るときね、自分の方に引っ張ってね。自分の方にやる、ね、もし難しかったらお母さんやってもらってもいいですよ。ね、少し お手伝いします、このときに。浮いたのが寄ってきてね、手に触ると熱いですから、寄ってこないように支えますから。おー、すごい。頑張るぞ。頑張るぞ。あ、そしてね、この白いところで芯を作るけどね、この芯だけね、おじさんに作らせて。ね、芯ができたら、あと任せまーす。これ潰さないようにね、右に、左に転がして。よいしょー。うん、あのね、転がすときに絶対押さえないでね。そしてね、丸くしようと思わなくていいよ。大雑把に転がしてください。こんな感じ。あとね、まだね、丸くありません。あとここ。そーっと押さえよう。よいしょー。いやいや、少しずつ押さえて、丸みを。うん、整えてください。押さえるの一番最後だよ。こんな感じね。そしてこれ包丁ではありますけども、最後のところこれまだ壊れます。普通じゃないから、もう一枚葉っぱ作って貼り付けます。はい、この緑ゆっくりでいいからね。低いところゆっくり流そうね。流して終わったら今度ね、お玉の裏こっち使うよ。そーっと触れる程度、押さえなくていいよ、ね、あと回してみてください。ほら、何ができた？なんか青いクレープになってきたな。そしてね、壊れる方をね、下にしてね、真ん中に乗っけるよ。あと上から押さえて、プッシュダウン。はい。あと優しく貼ろう。優しく優しくだよ。はい、これで完成。ここまでやってください。ね、あとね、切る方はおじさん任せて。ね。いや、そう、しんどそうです。ママ、冷たい包丁で切ろうとしてもちょっと盛りがあります。潰れます。中柔らかいですから。まだここ90度熱湯です。これは熱いぞ。これローですので熱に弱いです。温めた包丁の熱を使って溶かしてきますからね。よいしょ。ね、すごいね。ドーン、こうなります。すごいね。これね、ギューってやってみて。潰れるよ。ギュー、潰してもいいぞ。そう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 。ギューやれ。オッケー。すごーい。これでも。もう硬いよ、これ。欲しいぐらいだね。ね、硬いでしょ。すごい。硬いでしょ。水に入れちゃうと。さあ、頑張るぞー。